高台寺という曲になりますね。ほうほう、なんかこんな太鼓と、あの、いいじゃない、和太鼓とやったりもしますけど。あ、そう、うん、まあ、なんか歌にちょっと雰囲気似てる感じがするけど、なんかのパクリとかそういう感じの歌、今流行りの。あ、そんなことないです。あの、津軽地方にこう流れていくと、うんうん、綾節になったという説があります。津軽綾節という曲ですね。これが、はい、2番も聴きます